今朝奈良県警の捜査員が豊田市にある名鉄観光バスの営業所に過失運転傷害の疑いで家宅捜索に入りましたおととい奈良県斑鳩町で豊田市から修学旅行で来た小学6年生の児童30人を乗せたバスが対向車線にはみ出して乗用車5台とぶつかりバスの運転手ら5人が重軽傷を負いましたけがをした児童はいませんでした ドライブレコーダーの映像などから、運転手は事故直前に意識を失っていたことが分かっていますが、バス会社によりますと運転手に持病はなく、出発前の健康チェックでも異常はなかったということです。警察は、押収した資料をもとに運転手の勤務状況やバス会社の安全管理に問題がなかったかなど、詳しく調べる方針です。